猫タワーの爪とぎ柱をきれいに直せたかもしれない動画から約1ヶ月。さて、現在の爪とぎ柱の様子は？はい、どうも皆さんこんにちは。おじゃる丸です。じゃなくて飼い主です。今日はですね、以前あげた猫タワーの爪とぎ柱を直したっていう動画の続きになります。その時は、外れてしまった麻ひもに新しい麻ひもをつないで、でその新しい麻ひもをしっかりと、柱に巻きつけて結び留めるっていう方法を試しました。でそれから今だいたい約1ヶ月ほど経ちまして、まあ今現在猫タワーの柱はこんな感じになってます。はい、ちょっとね、毛羽立ちは目立つんですけど、紐自体はね、ほどけることなくちゃんと柱に巻きついたまんまですね。ケバケバしてますけどね。で反対側の方もふさ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 してますけども、紐自体はしっかりと。ただね、ちょっとこの部分だけが浮いてはいるんですけど、まあまだまだ、まあ巻きついてるので大丈夫かな。ちょっと引っ張ったぐらいでは取れない感じなので、まだ大丈夫そうです。これね、この方法本当に良かったんじゃないかなと我ながら思います。正解ですね。なので、まあもうちょっとほっといても大丈夫そうですので、このまま、そうだな、年末の大掃除ぐらいの時に一回ほどいてやり直せば十分かな。うん、そんな感じです。もうね、ごまおちゃんの爪とぎがもうとにかく激しくて、もう本当気分が乗ってる時はね、もう背筋腹筋全身の筋肉総動員した感じでね、研いでるんですよ。すごいですよ、なんか筋肉の動き見えるんですよね。まあかっこいいんですけどね。おじゃる丸とそら豆もこの爪とぎ使うんですけど、そんなごまおちゃんみたいに力いっぱい研ぐことってないですよね。ちょっと表面カリカリカリってするぐらいで、まあ力はね、絶対おじゃる丸の方が強いはずなんですけど、おじゃる丸だけではこんな紐がほどけてしまうようなことはなかったです。で、この猫タワーね、私選んでよかったなって思うんですよね。これ買ったの確か多分5年6年それぐらい前なんですけど、その当時ね、主流だった猫タワーっていうのが、下の方はしっかりとこう柱で支えてあるんだけど、一番上の段がね、柱一本の上にこうお盆みたいな状態で、ベッドっていうかね、一番上の棚があるんですよ。皿回しのお皿みたいになった。あれはね、もうその当時おじゃる丸とっくに8キロ突破してたんで、絶対そんなの壊れるじゃないですか。でもとにかく丈夫なの、丈夫なので探したのがこれだったんですよ。もうその後にね、こうやって黒ごまが増えて、まさかこの子もこんなに大きくなると思わなかったんで、もうこの猫タワーだと一番上でこの大きな猫2匹が暴れても、まあちょっと揺れはしますけど、壊れそうとか倒れそうとかそういう心配はなくてよかったです。楽しそうだな君。やっぱね、てっぺん取ると楽しいみたいで、こうやってはしゃいでますね。たまにね、落っこちたんじゃないかっていうの音がしてる時あるんですけどね、気をつけてくださいね。じゃあまあ今回はこの辺で、また爪とぎのね、この修理の仕方で新たな方法が思いついたとか、なんかちょっと進展があればまたご報告したいと思います。では。